アンダーソンリージョナルトランスポーテーションセンターは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウーバン、アトランティックアベニュー100にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラック及び、ボストンの近郊輸送を担う、マサチューセッツ湾交通局ヘイブリル線とローウェル線が乗り入れている。アムトラックとマサチューセッツ湾交通局のウーバン駅は、アンダーソンリージョナルトランスポーテーションセンターと呼ばれ、 ローガン空港域シャトルバスも乗り入れている。秋には紅葉により豊かなオレンジ、黄色、金色、及び赤の束の間のモザイクを生成するように見事な景色を乗客に見せる。旅客鉄道支援団体のトレインライダーズノースイーストのボランティアが列車、駅、沿線の街についての有益なアドバイスをしてダウンイースター号の乗客を支援するおもてなしプログラムを行っている。 アンダーソンリージョナルトランスポーテーションセンターは2001年にダウンイースター号の運行開始に伴い開業した。ウーバンはすでに通勤鉄道の駅があったが、当駅はすべての地域輸送サービスを満たすことができる交通結節点となっている。日本の週間高速道路が近接しており、十分な駐車場が用意されていることにより、駅に 自分の車を駐車して、ボストン中心部に鉄道を利用して通勤する乗客となるよう進めている。約13.76ヘクタールの施設は大きな再開発プロジェクトの一部分として計画された。1000万ドルの費用は、マサチューセッツ湾交通局、マサチューセッツ州運輸省、マサチューセッツ州港湾局が負担した。また、マサチューセッツ湾交通局は、 駅付近の線路改良に700万ドル費やした。当駅の縄汚染された水源を使用した水道水に含まれていた化学物質より白血病にかかり死亡した少年、ジミー・アンダーソンが由来となっている。この経緯は、シビルワクションにある水道汚染訴訟、ジョナサン・ハーチョに詳しい。アムトラックの停車する列車は、下記の通り。マサチューセッツ湾交通局の停車する列車は、 下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。